継続継続、映画ビューティフルドリーマー、継続、映画ビューティフルドリーマーは、2000年3月4日に、公開された日本映画。1999年1月から3月に、放送された TBS のテレビドラマ、継続の劇場版かつ、続編作品で、この前作として1999年12月24日、放送のスペシャルドラマ、継続、 特別編ファンと虫を契約する、呪いの木を挟む。工業収入12.5億円を記録した。当時スタートしたばかりのドイツケルンの東、アジアをターゲットとした、映画祭、シネアジアフィルムフェスティバルに出品されている。数々の未解決事件の謎を解いてきた天才にして、変人の警視庁キャリア、柴田は、古巣である、捜査一課に係りに進化課理長として帰ってくる。 そこへ、磯山明子と名乗る女性が依頼に来る。明子の母、サナエは15年前に発生した第七、新竜マルチン没事件の生存者で、事件で亡くなった霧島夫妻の遺族、七階から、小笠原諸島にあることを、薬人島へ招待されたが、母を一人で行かせるのが不安なため警察に、同行してほしいという。薬人島は、磁石も狂ってしまうという曰くつきの場所で、 物が次々に消えてゆくという伝説がある島だった。折しもにがかりに同様の招待状が届き、母に代わって島へ出発する秋子に、柴田と彼女の相棒的存在である刑事、真山がついていくことになる。7人の招待客と柴田らを迎えた美女7回は歓迎パーティーの席上、15年前の事件は、招待客たちが霧島夫妻を見殺しにした。 殺人事件であると告発し、その罪を認めない彼らを一人一人殺していくと宣言する。決定的な証拠を抑えられないまま次々に殺人は起こり、伝説の通りに島から様々なものが消えていく。柴田は島を捜索しながら、真山に薬人島には高専の国の入り口があるという伝説を語り、死別した実の父に会ってみたいという。その頃、東京では、 マダラメと対決して爆死したツボ坂の遺体が発見される。それは、マヤマの妹、サオリを自殺に追い込んだことから始まるマヤマとの因縁を持ち、多くの人間の心を操ってもて遊び、顔を変えた人になり変わっては、生産な事件を起こしてきた宿敵、朝倉の復活を示唆するものだった。やがて7回は、自殺死体となって発見される。 しかし事件には裏があるとみて、推理の末すべての謎を解いた柴田は、真犯人を追求するが、島に変動が起きて、赤い霧と共に、読泉の国の入り口が出現し、犯人は復活した霧島夫妻や七海と共に消えてしまう。そして、柴田は亡きジップ、純正と、親友、舞子の霊と再会する。同じ頃に、真山も妹の沙織と坪坂。 まだらめに殺された彩りにも合う。マヤマは朝倉によって死者たちと永遠に一つになれる世界へと誘われる。しかし、それを拒絶したツボサカたちはマヤマに自分たちを撃つように言い、彼らは光線の国からも消える。マヤマも朝倉と一つになることを拒絶して銃を向け、純正たちも柴田に彼女が一緒にいるべき人は他にいると告げて消えてしまう。 死者たちへの相席を乗り越えた二人は再び落ち合い、真山は小舟に柴田を乗せて、島から離れさせ、再び現れた朝倉と命をかけた対決をする。薬人島は火山爆発によって消滅し、一人海を漂流する柴田は孤独のあまり自殺を図ろうとするが、真山のことを考えて思いとどまる。そこへ、真山が泳いで追いつき、二人は海の中でしっかりと抱き合い、 エンドロールとなる。テレビドラマ最終話において映画に続くという嘘予告が流れた。これは結末があまりにも悲しすぎるのでハッピーにしたいとのプロデューサーの要望で作られたものである。しかし放送直後問い合わせが殺到し映画制作への後押しとなった。主な舞台となる薬人島のロケは沖縄県の宮古島で行われ、 上野ドイツ文化村のマルクスブルク城を模した施設が使用された。映画独自の技法として銀残しという手法が使われ、コントラストの強い渋い色彩の画面を作っている。劇場版のラストはスタッフのお遊びであるが、2000年末に当時の公式サイト上にて配信された動画の最後に2002という意味深なメッセージが含まれていた。しかし、 予告された2002年に動きは何もなかった。しっかりとストーリーも構築されていたものの、内容が今までの継続を覆すようなものになっている。その後、2010年に続編シリーズであるスペック警視庁公安部公安第5課未章事件特別対策係事件簿が制作された。こちらでも最終話では映画に続くようなセリフで締めている。 2001年3月30日に継続映画ビューティフルドリーマー無添加ダイエットバージョンのタイトルで t v 放送の枠に合わせた再編集版が TBS テレビで放送されている。継続映画サウンドトラックくればリミックスサウンドトラックのリミックス版として2000年6月21日に発売。ありがとうございます。